同鉱採掘現場の移行鉱山とは、資源として有用な鉱物の敷掘や採掘、さらに鉱物の選行や精錬などの工業活動を行う事業上。岩見銀山の大久保漢歩鉱山は講義には、金属鉱山、非金属鉱山、石灰石鉱山、石炭鉱山、石油、天然ガス鉱山に分けられる。このうち、石炭、石油、 可燃性天然ガスなどはそれぞれ炭鉱、炭鉱、油性、油電、ガス電と称している。現在、日本において工業法によって採掘することができる鉱物は以下の41種である。金鉱、銀鉱、銅鉱、塩鉱、総塩鉱、鈴鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜塩鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉱、マンガン鉱、 タングステン鉱、モリーブデン鉱、非鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウ、ラン鉱、トリウム鉱、リンアラガネ、黒鉛、石炭、アタン、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、イオウ、石膏、重晶石、ミオバン石、ホタル石、石綿石、石灰石、ドロマイト、軽石、蝶石、老石、滑石、耐火粘土、砂糖。この定義における鉱物は、 法律的なものであり、鉱物学的なものとは異なっている。行動の入り口資源開発としては、炭鉱段階、開発段階、生産段階、廃棄段階に分けられる。商業生産できるだけの資源量のある鉱脈を探す段階である。採掘のための施設を建設して商業生産する段階である。最高交渉から鉱石を採掘することを指す。 交渉の規模や地理的、地学的な条件から採掘法は選別されるが、一般的に交渉が大規模で、比較的地表の近くに存在する場合は、露天掘りが採用され、逆に深度にあり、交渉が小規模である場合は、坑道掘りが採用される。先行再行して得た鉱石を、主として、物理的に選別し、有用な鉱石とそうでない鉱石を選別することを、 さす。方法としては、人員の目を利用して選別する手選考という、原始的なものから、鉱石の比重差を利用する、比重選考、鉱石の磁性を利用する、磁力選考、鉱石の浸水性を利用する浮遊選考などがある。あらかじめ手選を行った後、浮遊選考を行うなど、複数の方法を取り入れる場合もある。ここで選別された、有用な鉱石は、 成功と呼ばれ、次の精錬に回される。奥は、鉱山周辺に廃棄されることが多い。ズリ山と呼ばれるものは、こうして築かれる。また、浮遊線香は鉱石を微細に粉砕して、潜行するため、奥は水分を多量に含むスライムという泥状のものとなる。これは有害な成分も多く含まれるため、鉱砕ダムに堆積して脱水させる。 山原鉱山第一行動精錬成功を主に科学的に処理し、有用な元素を取り出すことを精錬という。非鉄金属が主な対象となっており、非金属元素は省略されることが多い。なお、鉄の精錬のことを特に製鉄と呼ぶ。精錬方法としては、火力を用いて揚、溶融揮発させて、元素を抽出させる、乾式精錬と、 薬品の水溶液を用い、成功から元素を抽出して分解させる、湿式精錬がある。こうして抽出された元素は溶融された後、成形、冷却されて、地金となる。ただし、こうした工程を経ても地金は未だに不純物を多く、含むことから、電気分解して、純度を99%以上にすることが多い。これを、電解精錬と呼ぶ。 こうした、金属精錬に並行して、硫化分の多い鉱石を採掘する鉱山では、硫酸の製造が行われることもある。精錬工程から出る梅塩は有害であり、公害の要因になるため、電気集人機等によって、ゴミを回収することになるが、このゴミも重要な資源であり、精錬工程に組み込んで、ビスマス、酸酸化磯、カドミウムなどを生産することもあった。また、 銅山においては、硫酸銅を含む排水が、問題になったことがあり、排水処理も兼ねて、沈殿銅の採集が行われることもある。現在は廃止された、先行所、こうした3つの事業をすべて行っている鉱山は、大規模な例が多く、中規模の鉱山は最高、先行、小規模な鉱山は最高のみを行っている例が多い。ただし、経営者の判断により、 大規模な鉱山でも精錬は行われず、その事業の見戸支部に設置された精錬所に集約されたりすることもある。また、逆に水銀のように独特の精錬設備を必要とする場合には、規模が小さくても鉱山内に精錬所まで設けていることが多い。こうした鉱山における3つの事業はいずれも単独で行われることは難しい。このため、 鉱山においてはこれらに付随する形で、機械工場、車両整備工場、化学工場、発電所、変電所、ポンプ場、排水処理場、貨物鉄道などが設置される。こうした付随事業が整備されていることにより、鉱山の主要事業は円滑に進めることができる。大規模な鉱山においては、これら周辺事業が大規模化し、やがて鉱山とは独立化することもある。 例えば、茨城県日立市の日立鉱山の機械整備部門は、後に、日立製作所として独立することとなった。小松製作所も同様であり、小賀機械金属やラサ工業の土木機器部門のように、独立とまではいかなくとも、会社を支える重要な事業になることもある。鉱山機械は大量の電気を必要とするため、一般の電力会社からの給電では間に合わないことも、ある。 このため、水力発電所や火力発電所など、独自に小規模な発電所を建設して、自家用に供給することもある。余剰となった電力の一部は、電力会社に売電されたり、周辺地区に供給されることもあった。鉱物の資源量が枯渇したり、生産量が、経済限界以下となって維持できなくなり、廃校し、施設を撤去する段階である。 平山戦国時代に三子畑鉱山として栄え、明治政府が銀行脈を発見。平山後の1919 19年に北西約6キロに位置する洋府市の民野辺鉱山の先行場として存続するも、現在は廃止された民野辺工業三子畑先行所廃墟かつては東洋一の規模と謳われた建物の横縫インクラインは、 先行上の最上部に運搬するためのもので、鉱石は山の斜面を硬化する形で処理された。現在は解体されて基礎の実が残る。採掘できる鉱物が枯渇すれば、閉山に至る。鉱脈が残っていて、その確認もできているが、深度が深すぎる、地熱の影響が大きいなどの理由により、現在の採掘技術では、不可能であるために閉山に至ることもある。 1960から70年代には、高度経済成長に伴う人件費の上昇や、鉱物の輸入自由化により、競争力を失った鉱山の多くが閉山、もしくは旧山に至った。石油などからの回収硫黄の増加による、硫黄鉱山の閉山、水俣病をきっかけとした、水銀仕様の大幅減少による、水銀鉱山の閉山など、世界的な環境問題が、 平山理由となった例もある。廃校廃校は、監視、管理費用がかるが、地熱温度が利用できる、可能性がある、未開発の地熱資源でもある。なお、廃校については次のような事例がある。行動では、地下水が湧き出るため、様々な排水器具が用いられた。前近代では、金桶け、鶴瓶を用いた排水が行われており、江戸時代初期に、 サドキン山では、スポイトの原理を応用した、寸法ドイや、アルキメデスポンプを応用した、水上林などの排水器具が導入された。江戸後期には、オランダ水鳥林も導入されている。ただし、これらの排水器具は故障した場合に、行動内での修理が困難であったため、旧来のズルベによる排水も併用されていた。鉱石の運搬においては古くは、 牛馬が使われていたが、近代に入ってからは、鉄道、軌道、トラック、作動などが用いられることとなった。中小の鉱山では、森林軌道などを用いて運搬していたが、大規模な鉱山においては専用船や、独自の私鉄を設置して、鉱石、地金、化学薬品を運搬することもあった。特に私鉄の場合においては、周辺住民や鉱山労働者を対象に、 限定的な旅客輸送を行うこともあり、鉱山の閉山後も存続していることもある。北海道の糸向か鉱山のように、既存の森林軌道を、鉱山の輸送手段として利用する例も多い。特殊な例として、黒部峡谷に位置する富山県小黒部鉱山のように、登山道を用いた人力による運搬、伊豆半島沿岸部に存在する。 静岡県奈和地鉱山のように、ほぼ直接貨物船による運搬も存在した。また、秋田県では、交際ダムの設置が、難しい平野部の鉱山と、野城市に設置された交際の処分場との間に、パイプラインが建設されていた。日本一の規模の指導として、有名な宇部鉱山専用道路は、鉄道に代わって、石灰石や人員の運搬を目的として、 石灰石鉱山とセメント工場をつないだものである。また、貨車への積み込みに用いられる、ホッパーの規模は、生産量の目安ともなり、その鉱山を代表する施設として取り上げられることも、ある。近年においては、公害などの環境問題に、対応するために、蒸気の事業以外に、排水処理場、売園脱流施設等を設けることが法律で、義務付けられている。 特に前者は、ほとんどの鉱山で必須であり、採掘、潜航、精錬などの工程で発生した排水には、重金属などが含まれていることから、そのまま河川に放流することはできない。このため、新電池などを設置し、石灰などの薬品で浄化し、重金属や有害物質を除去して河川に排水する。このうち、坑道から流出する排水は、自然由来のため、 鉱山が閉山した後も事業者が処理を続けることが義務付けられている。ABC 鉱山とは経済産業省九州産業保安監督部2020年6月27日閲覧 ABCD 投資つまこと資源開発における原油ガス生産の分離技術分離技術会2020年6月27日閲覧 再生可能エネルギーのイノベーション投資、廃校と、地熱発電。アフップブニュース、フランス通信社。httpww.afupbe.com、アーティクル、エンバイロメントサイエンス、イット、エンバイロメント、288万2046、905万37322012年6月19日閲覧。球場版炭鉱跡地を審で、 温泉紛失住民は困惑。スポーツ日本。http://www.spomichi.co.jp/.society/.news/.2011/.06/.18/.kiji/.k20110618001042190.html フィーチャーイコールリレーテッド2012年6月19日、閲覧岐阜県商工科、陥没調査報告ハイポキマイン、ソウロ、ヤナハラチカの特性を利用し、人工的に低酸素状態にして、疑似コーチトレーニングが可能、黄金の国々、P158、黄金の国々、ピアニッシモ、158から163、黄金の国々、P158、黄金の国々、 P158 ありがとうございます。